それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめえはあっちだろうが。優しいのね。 1! ゴいっぱいいっぱいじゃねえか、俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃないから。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだが、必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分がある。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし、心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだ。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚型かな。あとは D のドライバーどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。女うまい、うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。道道塾にだって勝ってるんだぜ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケースが変更されてる。東横線を選んだのはケースケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ、凌介。レッドサンズとして遠征をやったことによって8200がパワーアップしているので、マスコンワークが何倍もナーバスなんだ。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングには格好のステージなんだ。8200の力量をどのみち、理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。どっちのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。日本みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃない。凌介には言うんじゃないで。クソだね。何が難しいって、テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが俺には辛いとこだぜ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られてる。思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけがノーじゃねえってことだろう。どっかでチャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぞ。一見互角のバトルに見えなくもねえぞ。そうじゃない、俺にはわかる。結構よくやってるから、レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろ、あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利なのだ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だろうな。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、信彦。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それはチューニング、まさか京子の先行でこれほどいい走りができるとは全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていることが京子の集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなるドライバー同士心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二
人だけの世界だからな。ちょっと野呂彦、野呂彦を探そうよ。そこまで。ダーリン、フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかったぜ。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるのか。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろう。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、ホワイトの方がウキウキするのはなぜ。楽しいよ、終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。それか、分かったぞ兄貴。女子の弱点、情けねえ、バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは相手はアドバンテージだが、ハイパワー車ではその軽さがアダになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの？私、もうゴールは近い。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよ、ダーリン。もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。車体は軸重が小さい、粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向の制動もできない。全くの無防備になるんだ。待って、置いていかないで。終わりたくない、もっと続けたい。こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな、攻め込んでる。二編成ともうめえ。5000系を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディがオウムギリギリを進めていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると5000系って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あって、おまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、抜かないで。もっと続けたいよ、悪たくないの。あばよ、俺は先に行くぜ。ダーリン、抜かないで。ダーリン、you
200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ、5000系は